三個伝説。三個伝説は、青森県、岩手県、秋田県にまたがる伝説。主に、秋田県を中心として語り継がれている。衣類婚姻譚、変身譚、見る名のタブーの類型の一つ。各地にこの物語が残されているが、細部は異なっている。和野郡の草木村、現、秋田県和野市と和田草木地区に、八郎太郎という名の若者が暮らしていた。 八郎太郎は村の娘と旅の男との間の息子で、父親は寒風山で竜に姿を変えて消えたと言われており、母親は南山で死んでいたので、祖父母に育てられ、またぎをして生活していた。しかしある日仲間の起手を破り、仲間の分の岩まで自分一人で食べてしまったところ、急に喉が渇き始め、三十三夜も川の水を飲み続け、 いつしか三十三尺の竜へと変化していった。自分の身に起こった報いを知った八郎太郎は戸和田山頂に湖を作り、そこの主として住むようになった。この湖が戸和田湖である。三湖郡の戸賀村、現南部町に南祖母を南祖の坊という男が住んでいた。南祖母は諸国で修行した後、熊野でわらじが切れた場所が、 終わりの住処になるとの信託と鉄のわらじを授かり、とわだ湖こでわらじが切れたため、八郎太郎に戦いを挑んだ。南祖母と八郎太郎は7日7番戦った。南祖母は、勝者となって、とわだ神社に祀られることとなった。八郎太郎は、米城川を通って逃げ、途中七座山の辺で川を、石戸目湖を作ろうとしたが、 地元の七柱の神々の使いの白ネズミに邪魔され、さらに下流へと向かった。その際、白ネズミを食べようとする猫を紐で繋いでおいた地区が、野城市二つ以上小繋ぎ地区である。日本海付近まで来て、ようやく湖を作る敵地が見つかったので、その首相となる、甘瀬川、現、秋田県山本郡三市町天瀬川の老夫婦の家を訪ね。 明朝を鶏が鳴くと同時に洪水が来るから、避難するようにと伝え、湖を作り始めた。しかしバーは逃げる途中で浅いと、糸巻きという話もあるを忘れてきたことに気づき取りに、戻った。その時、鶏が鳴き夫婦は逃げ遅れたため、八郎太郎は、それぞれ別々の岸へと放り投げて助けた。夫は、湖の東岸に、妻は、北西岸に祀られている。 出来上がった湖が八郎があったである。仙北郡の上生村に達子という名の娘が暮らしていた。達子は、類いまれな、美しい娘であったが、その美貌に自ら気づいた日を境に、いつの日か衰えていくであろうその若さと、美しさを何とか保ちたいと願うようになる。達子はその願いを胸に、観音菩薩に、桃よの願掛けをした。必死の願いに、観音が答え。 山深い泉のありかを達子に示した。そのお告げの通り線の水を達子は飲んだが、急に激しい喉の渇きを覚え、しかもいくら水を飲んでも渇きは激しくなるばかりであった。教本する達子の姿はいつの間にか竜へと変化していった。自分の身に起こった報いを悟った達子は泉を広げて湖としそこの主として暮らすようになった。この湖が 田沢湖である。悲しむ達子の母が別れを告げる達子を思って投げた松明が水に入ると魚の姿をとった。これが田沢湖の国増の始まりという。八郎太郎はいつしか達子に惹かれ、田沢湖へ毎冬通うようになった。達子もその思いを受け入れたが、ある冬、達子のもとに南相棒が立っていた。達子をめぐって再度戦った結果、 今度は、八郎太郎が勝ちを収めた。それ以来八郎太郎は冬になるたび、立子と共に、田沢湖に暮らすようになり、主が半年の間いなくなる八郎方は年を追うことに、浅くな、種の増えた田沢湖は逆に冬も凍ることなくますます深くなったのだという。人間に姿を変えた八郎太郎の旅の途中。 彼を止めた旗子では夜の間彼の部屋を見てはならないと言い含められ、覗き見た宿は必ず不幸に遭うと言われていた。この三古伝説は実際に起きた自然災害との関わりが指摘されている。915年と和田湖にあった火山は2000年代最大とも言われる大噴火を起こす。この噴火によってもたらされた噴火効果物は各地で堆積し自然のダムを作った。 ダムは周囲を水浸しにしながらも、最終的に決壊し、各地で大洪水を起こす。秋田県北秋田市のクルミ館遺跡もこの時の洪水によって地下に埋まった遺跡である。そして、まさにこの被害を受けた地区に、八郎太郎の伝説が残っているのである。例えば、南祖母と八郎太郎の七日七番の戦いは、稲妻を投げ合ったり、 氷力を駆使したりの壮絶なものであるとする表現があるが、これが、とわだこ火山の噴火の様子を記述しているという人もい。また、七座山の伝説に残っている、白ネズミは火山降下物が堆積し流れくなる、シラス洪水なのではないかと指摘されている。このことは、1966年に、平山次郎、市川健一によって、1000年前のシラス洪水という、 論文で発表されている。また、二条状況都市、石井周太郎、明治45年でも、三古伝説は、十和田湖火山の噴火によるものであると指摘している。火山から流れた土砂が、白土という開白土で、米城川沿岸に限りこの白土があることを指摘しており、噴火後数百年間米城川が白濁し、その伝説が段取り長者伝説として残されたのではないかとした。 さらに、米城川沿岸から、白土の流出によって、家具や陶器、大木が出土することも、証拠とした。ただ、この本では、火山灰のもとは、八万体からではないかとしている。早川幸男、戸和田湖の成り立ちと、平安時代に起こった、大噴火、1997年4月、では、915年の大噴火の根拠は、不走略期に、 7月5日の朝日が月のようだったので、人々は不思議に思った。13日になって、出羽の国から、灰が降ってス寸積もった、桑の葉が各地で枯れとの報告があった。暦はいずれも鮮明歴という記録としている。下流のクルミカ遺跡に、902年の年輪を持つ、杉材が火山灰に覆われていることも根拠としている。また、火山灰が、 と和田火山の西側や南側に流れているのは山瀬によるものとしている。また、八郎太郎物語はこの時の噴火の模様を表したものとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。